本日はタイトルにもある通り鉄オタの暗号をね皆様にお教えしたいと思います。まあ一般人というかあまり関わってる人じゃない人は全然何言ってんだこいつみたいな感じで思われると思いますが、頭の片隅にでも知識が増えてくれたらなと思います。はい、ということで早速紹介していきますが、いろんな業界がありまして、それは鉄道に限らずいろんな会社とかの業界とかこういう業種とかの中で業界用語というものが存在するんですけど、その業界用語の中でも例えば鉄オタが使うような用語、それから鉄道会社で使われていたような用語を鉄オタが使ってもう何言ってんだこいつみたいな暗号みたいな話をするということなんですけども、それについて皆様にご紹介したいと思います。では本日もよろしくお願いします。鉄道用語を見ていきましょう。まず一つ目、サメと呼ばれるものです。サメというのは国鉄の時代に作られた電車です。 EF66 型千番台のことを指します。なんだ EF66 型千番台ということなんですけど、機関車の名前で EF66 型電気機関車というものがありまして、これは撮り鉄の中でも、特にね重視されるというかサメのようにね似てるというわけからこうサメっていう名前が付けられてるんですけど、こう色を見てみると本当にサメみたいにシャークみたいな感じになっております。次はハンライズ。ハンライズというのはサンライズ、出雲号、瀬戸号というのが東京、琴平、それからですね四国の方に行くと瀬戸号ですから、出雲市の方に行くやつが2種類走ってるんですけど、それが東京と岡山の間は一つの列車として運行するんですよね。その一つの列車としてくっついてる7両編成が2つくっついてるんですけど、この7両編成が分かれて走るとき、これをハンライズと言います。そうですね、2分の1半分に分けたサンライズということでハンライズという名前がついたそうですよ。はい、次はヨンダバです。ヨンダバというのはサンダーバードのことを指すんですけども、特急サンダーバードというのは大阪から、北陸の方、金沢へ向かう電車ですね。敦賀とか金沢とかあの辺です。その電車は基本681系、そして683系を使用されて走っているんですけども、683系の中でも4000番台と呼ばれる車両のことを、属してヨンダバと呼ばれます。サンダーバードに4000番台だからヨンダバということですね。まあこれは機器類だったりコンセントがあるないとかいうそういう設備の話が変わってくるので、わざと分けるために呼んだばって言ってるんじゃないかなと僕は思ってます。はい、その次です。ゲッパーと呼ばれるものです。なんだゲッパーってって感じだと思うんですけど、これも先ほど EF66 型とか言いましたが、これは EF65 型電気機関車ですね。その中のうち1118号機と呼ばれる、車両があるんですけど、EF65 型の1118号機に、付けられた名前のことで、例えばゲッパというのは、レンズの呼び方としてね、ゲーというのが、1012345とかの1を表す、俗語であるということからですね、1118ということでゲゲゲッパみたいな風に名前が呼ばれてたんですけど、それが略されてゲッパっていう風になったそうです。ちなみにこの EF65 型の1118号機、側面にですね EF65 とってカデカと書かれております。次です。電子レンジ。はい、電子レンジと言われたらなんだよって思いますが、僕が確か7月5日にですね出した動画にでもヤテレンジを買ってみたという動画がありましたが、あれのことを電子レンジと言います。電子レンジのように形が前面から見るとね似ていることから電子レンジと呼ばれますが、最近の車両に多いです。例えば E235系山手線、E235系のスカレンジと呼ばれるね、スカ色と呼ばれるものがあるんですけど、総武線、それから横須賀線などに使われている車両です。これが1000番台。それからですね、最近導入されました、都営地下鉄の6500、こちらにも、ミタレンジという名前が付けられて電子レンジ扱いされております。実際に調理はできませんがね。その次、食パンです。最近は食パン電車、食パン電車ということ多いですが、起源はここ国鉄419系電車のことです。この上半分が斜めにこう削れてて、下半分がまっすぐになっているので、これまるで食パンじゃないかということで食パンと呼ばれたそうです。現在でも前面がぺったりしているような車両であれば、みんな食パン食パンっていうことが多いです。僕の地元でいうと加古川線の、103系3550番台とかも僕中間車を改造したもんなんで食パン食パンとかって呼んでましたね。牛乳パック、牛乳パックってなんだよ。
なんか明治とかから出てそうですけどね。 EF64 型電気機関車のことです。 EF64 型の電気機関車の中でもこのようなカラーリング、もう本当に牛みたいなカラーリングなんですよね。この牛じゃないわ、牛乳パックです。牛乳パックのようなカラーリングですね。この青と白で、これがもう本当に牛乳パックに来るからだということで、牛乳パックという名前がつきました。もちろん電子レンジとかも全部こう見た目からついてるんですね。トワカマです。トワカマというのはなんだよトワカマって感じなんですけど、機関車のことを主にカマという略して言うことが多いんですよね。例えば次の列車のカマは EF65 だとかっていう風に言ったりするんですけど、カマというのは電気機関車、機関車のことですね。カマは火を入れて燃やすんですけど、昔の SL 時代からついたものになります。深緑色に黄色のラインが入った、ちょっと前ぐらいまで JR とかでも走ってたトワイライトエクスプレス、皆さんご存知でしょうか。トワイライトエクスプレスに牽引していたこの車両の色になります。このトワイライトエクスプレス色の機関車のことをトワカマと訳して呼ばれます。現在では EF65 型の1124号機かな、だったと思います。そちらがトワカマになっていますね。はい、次は炊飯器です。なんだよ炊飯器って、電子レンジの次は炊飯器かということなんですけど、そうです、炊飯器です。まるで炊飯器のような見た目をしている車両なんですけども、これが E657 系、ムコナ君とも呼ばれるような車両になります。この E657 系は特急電車で使われておりまして、日立なんかに使われているはずでした、確か。そうですね、上野駅なんか行ったら見ることができますが、この炊飯器と呼ばれている電子レンジと似たようなセットで言われていることが多いですね。はい、続いて中央線八王子方面とかに行きます電車のことを、こちら PS5 と呼ぶんですね。僕は PS5 が家にあるわけではないから、ちょっと比較がしにくいんですけども、 PS5 というのは、プレイステーションの5という意味で、販売されてる、ゲームの機種の名前になるんですけど、こちらにねめっちゃ似てるということで、JR 東日本 E353 系、中央線を走る特急電車の353系にこの PS5 という愛称がついています。確かに言われてみれば似てるような気がするという、微妙ですね。 PS5 と呼ばれてるそうです。続いてニーナです。ニーナってなんかアニメのあれなんかね、聞いたことあるんですけど、そういうわけではありません。これも立派な鉄道オタクの中ではよく知られている用語なんですけども、ニーナというのは、ニーナという名前から27っていうのが出てきたらすごいんですけど、 EF66 型の、27号機になります。こちらも電気機関車になるんですけど、ですね、本当にリアルタイムの話で、ついさっきもうね2時間ぐらい前にニーナ復活したぞって言って鉄オタが騒いでおりました。そういうことです。もう復活するだけでみんなもう大はしゃぎな列車です。みんなのネタ列車になっていますが、これなんか一時期故障して引退するとか、ね、騒動があった時みんなありがとうありがとうとか言ったんですけども、結局はダイソーかなんかで今走ってんのかな、ということでやっぱ注目の的となっている車両としてニーナという名前の機関車があります。さっきのサメと同じ形式なんですけどね。ウヤです。ウヤはわかるかな、わかる人はわかりそうな気がしますが、運転取りやめということです。運転休止、運休列車のことです。電車がこう運休になったら、鉄道用語で国鉄時代に鉄道電報用の略語としてウヤウヤというふうに言っていたんですけど、現在では鉄オタの中で、この列車は今日はウヤかなみたいな感じで使われることが多いです。運転取りやめのことをウヤって言います。撮り鉄の皆さんならわかると思いますが、かぶるというふうに言うこともあります。かぶるというのは、例えば撮りたい電車がいるとします。その目標となる、ね、電車を撮るとき、その運が悪くね、この向かい側から電車が来た、または裏側から電車が来たというときに、目的の電車以外にこう入ってしまうというものを、かぶると言います。列車の前を横切っていくようにかぶる場合を前かぶり、そして後ろ側からかぶってくる時を裏かぶりというふうに言うことがあります。この車両がね、かぶった時のもう皆さんのね喪失感は半端ないでしょうね。次に先ほども紹介しましたが、カマということです。カマは電気機関車、普通の SL の機関車なども全部含めて機関車のことをカマっていうふうに言います。カマというのは、昔 SL の中に石炭をね使ってボイラーを燃やして、そして蒸気で、シリンダーっていうのかな、それを回して車輪を回して走っていたというふうになってるんですけど、その時のカマ、ボイラーのことをカマと呼んでね、でその機関車は火を燃やして走るので、カマカマカマというふうに言われてたそうです。
これが現在の電気で走るような機関車、ディーゼルで走るような機関車においても、ディーゼル機関車、そして電気機関車がカマというふうに呼ばれております。次はカマにもちょっと入ってるんですけど、カモレという名前です。カマというのは基本電気機関車、機関車になりますので、現在の GR などでは客車を引くことはあまりなく、貨物電車を引くことが多いです。この貨物列車のことをカモレと呼びます。貨物列車のカモレ、前3文字を狙っただけです。これは国鉄時代に電報用語として使われていた貨物列車の略語になります。これも現在では、あ、今日はカモレ来るみたいだねとか、なんとか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 みたいな風にね、カモレについて話すときに、貨物列車について話すときに、カモレカモレという風に言うことが多いです。激パです。例えば、撮影地っていうのが撮り鉄の中でもありまして、駅の中でも外でもそうですが、基本駅の中の方がこういう状態になること多いですね。激パというのは字を見ただけでもう激って入ってるのになんかやばいんだなみたいな感じにわかると思うんですけども、例えば駅のホームの端っこに撮り鉄の皆さんがたくさん集まってパニックの状態になります。こういう時のことを激パって言います。最近ではね、一部の人気列車とか、カシオペアとか、そういうね、レア列車について撮り鉄が集結して、で激パっていう状態になります。これのこと激パって言いますからね。血打ちです。血打ち、お尻叩かれるんかみたいな感じなんですけども、血追いと呼ばれます。そしてバックショットっていう時もいますね。写真を撮るという話になるんですけど、写真を撮る時に電車っていうのは進行方向があって、その進行方向の前側から撮るっていうのが、前から撮るっていうんですけど、後ろ側を撮った時は血打ち、血追い、バックショットと呼ばれます。まあ、写真をテールランプを照らしてる方から写真を撮るっていう風に考えてもらったらいいんですけど、まあ列車の正面じゃなくて後ろ側を撮ることを血打ちと言います。現在ではね、客車列車、寝台列車とかがなくなってしまったので、昔は客車列車ね、例えばカシオペアなんかだと後ろもすごい絵になる写真になるんですよ。でも現在だと前も後ろも変わらないっていう車両が多くなって、まあ後ろの方が絵になる車両がカシオペアとかそういうのしかなくなってしまったということで、皆さんカシオペアの時は後ろ側からも撮るということが多いですね。ゲバです。ゲバとかゲバとか、発音はちょっとわからないですけど、これは三脚のことです。これは写真を撮るときに三脚を使う人、また動画を撮るときに三脚を使う人がいるんですけど、これはちょっと昔の話なんですけど、学生運動とかでゲバルト帽って知ってますかな。このゲバルト帽、通称ゲバ帽を、ね、振りかざして、でこのその時代にちょうど SL が各地から消えてね、鉄道写真ブームっていうのがあったんですけど、この時を三脚を、まあ、言っちゃ悪いですけど、叩くための剣みたいにして武器にしてですね、俺はここで撮るんだ、俺はここで撮る、いやお前こっちが最初から撮ってたここで撮るんだとか言うようにして、三脚でこのゲバルト帽に見立てて武器にして、撮影場所の取り合いをしたんですよね。その取り合いをしたので、その名残が残りまして、三脚のことをゲバーというふうに言われました。でこう事前にね、こう撮影地のところで三脚を置いて置くとかいうことを置きゲバーとかって呼ばれたりするんですけど、こういうのがタブーとされているようなマナー違反っていうのかなになってまして、撮り鉄が、まあ、嫌われるようなね一因になってるのかもしれないということです。攻守または攻守層です。攻守というのは、まあ、攻を落ちとかの攻かなと思うんですけど、これは攻守鉄道車両輸送という正式名称がありまして、これを略して攻守と言ったり攻守輸送と言ったり言います。まあ、攻守というのは基本、例えば新造した列車または改造した列車、自力で動かないような列車を GR 貨物の機関車という、例えばね、桃太郎 EF210 であったりするものがこの列車を牽引して走る特別列車、まあ攻守と呼ばれる列車が走る、これをね攻守と言うんですけど、まあ、GR が、自分の工場で製造そして改造した車両を自分の GR の機関車で運ぶ場合は配給という名前になります。配給列車という風に名前になります。だから自社で作って自社で運ぶ JR が運ぶことを公私ではなく配給列車と呼びまして、それ以外は公私というわけですね。例えば東京メトロの車両を JR 貨物が JR 線を使って、長津田の方まで持っていくと、まあそれみたいな感じですよね。後輪です。後輪というのは見ただけで大体
予想がつくような文字だと思うんですけど、これも先ほどの甲子輸送と一緒で、工事臨時列車という正式名称のもと降臨と略されたものになります。保守作業用に必要なレールまたはバラスト、バラストはあの線路に敷いてある石のことですね。それを運ぶ、電車になります。では列車ですね。そのバラスト、石を運ぶ列車を補給降臨、そしてレールを運ぶ列車を地基降臨って言います。この地基、補給って何のかなと思いますと、この補給っていうのはバラスト、この石のね、線路のところに敷く石を運ぶための貨物の車両のことを補給って言いまして、レールを運ぶための今荷台みたいなのがあるね、車両のことをこう、地基って言うんですけども、それから来てます。なのでレール輸送の時は地基降臨、そしてバラスト、石を輸送する時は補給降臨と呼びます。ここからは色についての話になります。まずは最初、国鉄色または国鉄原色っていう名もありますが、ほとんどの人は国鉄色って言います。国鉄時代、JR 民営化前に生まれた車両、例えば185系であったり113系、117系、また103系電車もそうですね。 JR 民営化後にあの色がねたくさん使われ続けてきましたが、一部車両は国鉄時代の塗装のまま、また国鉄色、国鉄原色に再塗装、再塗装されておりまして、それの車両のことを国鉄色と言いまして、もうこれもファンからは絶大な信頼を置いているような車両になります。信頼っていうのかな、みんなが乗りたいと思うような感じです。最近で言うとリバイバルヤクモなどがそれに当たります。リバイバルヤクモの写真まあ、ね、載せておきますわ。それを見ていただけたら、あ、この色が国鉄色かっていう風に分かっていただけると思います。次はスカ色です。スカ色ってなんだよって言いましたが、最初の方にねちょろっと紹介しました。スカ色は東海道線を走った湘南色と呼ばれる、湘南色という色もあるんですけど、同時に紹介しましょう。湘南色、スカ色がありまして、この湘南色に対して横須賀線を走る電車、横須賀線、総武線を走っている今の電車ですねは、クリーム色と青色の2色で塗装されまして、これが横須賀色と呼ばれました。そして今現在でも E235 系などに横須賀線、総武快速線を走っている E235 系1000番台ですね、そちらの車両にはこのスカ色という色がまだ色濃く残っておりますね、色だけに。はい、すいません。ということで、このそれに対して湘南色の話しましょう。湘南色っていうのはもうみんなが見たら、あ、これかぼちゃじゃんって思いますよね。そうです、かぼちゃの色になります。東海道線また山陽線はないか、山陽線は少ないですね。でも東海道線、山陽線を走っていた、国鉄型の車両に、この分かりやすいようにですね、緑色とオレンジ色の、カラーリングで走っていた車両、これのことを湘南色と呼びました。まあ、湘南色、湘南なのかなって感じなんですけど、まあ緑とオレンジの車両が湘南色ですね。僕は小さい頃これカボチャ色って、カボチャ色、カボチャ色って言ってましたけど、カボチャの電車だって。昔は京都駅とかでもカボチャの色を見ることができたんですけど、現在では岡山とかあの辺まで行かないと見ることができないかなと思っております。他で見れる場所があったら、ね、皆さんに教えていただきたいと思いますけども。湘南色とスカ色があります。次は僕の大興奮の用語になります。筋です。筋というのは、まあ、ダイヤ鉄、時刻表示にとっては、本当に肝心なところになるんですけども、筋というのは、列車の時刻のことです。筋っていうと、線をイメージしますが、列車の時刻は、どういうことだというふうに思うと思います。最初は元はですね、時刻を表すダイヤグラムという、列車運行図表という、まあ、表みたいなのがありました。縦横に時間軸と駅、そして距離ですねが書いてありまして、それに時間、分、何時何分にここを出て何時何分に出たっていう、多分1時間数みたいな式になると思うんですけど、加減速はあるものの、それを表さずに駅間の距離の、かかる時間、そして、駅の間の距離というのをこのダイヤグラム、運行図表の中で線を引いて、1時間数の線を引いてですね、わかりやすく表した、ダイヤグラムと呼ばれる表があるんですけど、その表に書かれている線のことを筋と言いました。この列車ごとに筋っていうのが決まってまして、例えばこの、こ
この筋にはこの列車が入って、この筋にこの列車が入ってっていう風に言うんですけども、この筋の概念っていうのがちょっとこう言うと難しくて、まあ言ってしまえば線のことです。この電車の列車自体についてる運行図法の線のことなので、あ、この筋に今日はあの列車が入るのか、あ、この筋ダイソーだとかいう風に、まあわかります。これはね、ちょっと難しいです。僕でも紹介するのは。はい、次は皆さん大好き、ドア1700になります。ドア1700は、本当に YouTube とかでも、ドア1700って調べたら出てくると思うんですけど、このドア1700を言った、この名鉄のね、話題のあの人のことの動画、あれについてを、ドア1700っていう風に指します。これがね、ちょっと改変されて、例えば5700系が来た時に、ドア5700とか、新幹線が来た時に、ドア新幹線電車とかって言ったり、遊んでる人もいます。これはね、鉄道界でもかなりブームになったことでして、ドア1700は、もうこの、鉄道界の中ですごいことを誇りましたよ。これ本当にすごいですからね。これは非鉄の皆さんも知ってると思います。はい、次です。瀬の八。瀬の八というのは、山陽本線の瀬野駅という駅と、八本松という駅がありまして、八本松ですね。その間のことを、瀬の八を取って瀬の八と呼びます。この区間では、勾配がね、すごい急で、勾配というのは上り坂とか下り坂のことなんですけど、それが、貨物電車とかが走るときにですね、この、後ろに何十両も重い荷物を乗っけているわけですから、登るのに苦労するんですね。そのために、それを手助けするための補助機関車、補機というのを、連結します。その補機が連結するというのも、なかなかレアというか、面白い光景ですので、それを撮りに来る方とかいまして、それの撮影地として瀬の八と呼ばれております。タイガーロープです。タイガーロープ、虎のロープと言いたいところですが、まあ、タイガーロープというのは色だけです。伏線区間で、例えば上りと下りの、線路の間にですね、この黒色と黄色の支柱で、ロープが繋がってるような、点々とあるようなものを見たことがある人もいると思うんですけど、これいろんなところにあります。これは、保線作業員さんとかの安全確保のために付けられていまして、で、これがあることによって、この保線をしている作業員の方が、こう線路上で安全に作業できるようにっていうふうに、置いてあります。まあそうなんですけど、一部のね、ちょっと、これが邪魔で写真が映えないんだとかいう人のせいで、バーって抜いてね、なんだこの、鉄オタたちはっていう風に思われたというか、ニュースになったこともありますね。短期です。やっぱりね、貨物のネタが多くなるんですけども、短期というのは、一つという意味を表す感じなんですけども、後ろにね、客車や、または貨車、貨物列車のようにね、後ろに車両、をつけずに一両編成のみで走るということを、短期と呼びます。で、この短期と呼ばれる車両というか編成の中でも、電気機関車が2両とかで走るときは10連短期とかいうふうにも言われます。ちなみにそれではなく、一両編成で走るローカル線などで走るね、ディーゼルカーとか、電車最近で言うとDC700 型みたいなやつね。ああいうのを、単行列車と呼びます。で、短期や単行は、まあ、写真をね、こう、撮るとね、やっぱ後ろにこう、車両がたくさんついてる方が綺麗に写るんですけど、難しくてね、撮るのが。それについてね、写真を撮るのも難しい編成とも呼ばれておりますが、まあ、そんなところでございます。はい、次は団輪です。僕もね、団輪っていう言葉大好きなんですけども、団体臨時列車のことです。クラブツーリズムだってあったり、日本旅行とか、そういうね、旅行会社が、運行するような、列車とかで多いんですけども、個人がやる場合もあります。団体臨時列車の、略のことで、団体臨時列車というと、修学旅行の団体臨時とかいう場合もあるんですけども、普段ね、走らない路線を希少な車両、で、普段走らない車両が普段走らない路線で走ったりとかすることもあって、まあ、結構、鉄道ファンの中で、人気な車両編成の一つになっております。ネタガマです。ネタガマというのは、カマが、機関車という意味を、ちょっと先ほどお話ししたんですけども、一般的な機関車というのは桃太郎とかいう風に名前がついてて、まあネタガマというのもついてるんですけども、EF210 であったら EF210 のこう種類があって、でその EF210 やら EF65 やらいろんな機関車がある中のネタガマと呼ばれるものがあって、 EF65 の新124号機である
トワカマ、トワイライトエクスプレスの色の下、トワカマね、先ほどお話ししたんですけど、それのことがレアということで、そのレアな列車が来るということで、ネタガマが来るぞっていうふうに言うことがあります。レアな電気機関車、機関車というふうに指しますね、ネタガマというのは。まあ、ですから、あ、今日のネタガマは IF65 のトワカマが来るぞとかいう話にね、することもあるそうです。徘徊です。徘徊というのは、見た感じで、あ、もうこんな感じかなってのはわかると思うんですけども、廃車回送のことです。最近では東急8500系列が廃車回送というのが僕は、目にというか結構印象に残ってるんですけども、電車がもう使われなくなって廃車、まあ、ですから鉄の塊にね、戻すときにですね、その時に回送されるんですよ。例えば車両工場や、近くのスクラップにしてくれるような場所に、近くまで改装することがあるんですけど、それのことを廃車改装って言います。もうこの後ね、使うことがないから、もういいわとかって、もう帰りますわみたいな感じで改装されて、車両工場なり、その陸送される現場なり、連れて行かれるということです。まあこういうのはね、ちょっと寂しいですよね。東急のファンの方でな、8500系とか本当にね、もうああもう引退かっていう風になってしまうと思うんですけども、あれ8500系確か売ってましたよね。あれ売って買う人がいるんですか、どうなんですか、わかんないですけど、まあそういうことです。ハエ叩きです。ハエ叩きってなんだよって思いますが、これ電柱のことですね。例えば線路の脇にこう電柱が立っていまして、そこから架線、電車に電気を供給するための線が引いてあったりとかするわけなんですけども、それの横に立ってるね、線路の横の電柱のことをハエ叩きというふうに呼びます。まあ本当に見たらね、ハエ叩きみたいに見えるからっていう意味なんですけども、やっぱこれ電車を取る人たち、列車を取る人たちの中では、このハエ叩き、この電柱によって、写真がちょっと映えなくなったりとかして、少し切られてるものでもあるんですけども、これね、アングルが大切になってくるような、まあ、ことになります。で、非電化路線とかでも、やっぱこう、通信回線用の電柱が立ってたりとかすると、やっぱ隠れるので、ね、これ、だから機動車しか走ってないところだからって安心してそうやって写真撮れるというか、いうわけではないみたいな風に考えることも大事、まあ、というわけですね。もう疲れてきたな、だんだん。歯抜けです。歯抜けというのは、まあ、貨物列車っていうのは、今ではもうコンテナばっかなんですよね。今でもこう、石油みたいな積んだやつも走ってるんですけども、貨物列車の中でもやっぱ皆さんが多く目にするものでは、コンテナを積んだ、コンテナ車が 1,2,3,4,5 それがたくさん何両か繋いでるっていうのを見たことがあると思います。それがね、後期車っていうんですけど、その貨物列車の貨物のこのコンテナの部分が、まあ、例えば行き先ごとに振り分けられてまして、それがクレーン車とかで乗せたり下ろしたりとか、クレーン車に限らずフォークリフトとかね、それで目的の場所に行くんですけど、走ってる途中にやっぱ目的の場所で物下ろして、さらに他のところに走っていくとかいう風なことをするとき、またはそんなに荷物がないけど、とりあえずこの両数あるからこれに乗せていこうみたいな感じで、ボツ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 デコボコができるんですよね。このデコボコの列車のことをハヌケと呼びます。まあこれを写真に撮ると、あ、なんかハヌケでなんかあんまり映えないなっていう風にまあ見られるわけなんで、ちょっと嫌われてるようなものでもあります。次は、日がハスです。先ほど言った、瀬の八本松のことなんですけども、それと似たような感じで、日がハスということもあります。東北本線の東大宮と蓮田間の、有名撮影地のことを指します。大体撮影地というのは、なんとかカーブとか、その駅名と駅名の間の文字をなんか適当に取ったやつとか、そういうふうに思われてるんですけど、これの場合も、同様に東大宮と蓮田という駅の間でですね、日がハスと呼ばれております。ここもね、僕は行ったことないんですけど、結構有名撮影地らしいですよ。インスタグラムとかでもね、よく見ます。これを撮っている人も。で、これもね、他の撮影地とかと同じように、この寝台特急が走る頃はもう、こういうところにいっぱい人が集まるんですよね。これがもう本当に懐かしいようなお話でございますけど、まあそういうわけです。はい、次は前パンです。前パンって言うとね、もう西武のね、Sトレインが思い出すんですけど、前パンというのは、パンタグラフっていうのが電車にはついてまして、まあ、ついてない車両もありますよ。ついてない車両もあるんですけども、ほとんどの電車というのは、パンタグラフという給電装置から、架線から電気を取って、パンタグラフを経由して、この電車の中の電気やら走るためのモーターを回しているわけなんですよね。それを給電するための、給電するためのパンタグラフですね。このパンタグラフが、一番先頭車の一番前側のやつが上がっている状態ということなんですよね。
で、このパンタグラフというのは、前パンはね、結構かっこいいっていうようなイメージがあって、多分皆さんもそう思うと思うんですけども、これね、写真に撮るときは大変で、こう横に撮ってるとね、どうしてもこの上のところがね、意外とスピードが速いと、あ、切れちゃったって、パンタグラフが切れたりとかするんですよね。まあ、これによって、写真がちょっと、あ、切れちゃったな、残念だな、みたいな、残念な写真になってしまうというふうに考える方も多くて、で、それで、そういうの考えないといけないなと、まあ、そういう話なんですけども、これをマイパンと言ったりします。マヤ犬です。僕はマヤ犬を実際に生で見たことはないんですけど、マヤっていう、まあ、車両は、国鉄時代に生まれた機動検測用車両、まあ、ドクターイエローみたいな風の類のものだと思ってくれたらいいです。実際に営業運転ではなく、まあ、この営業運転する列車を支えるための列車と思ってくれればいいと思います。今ではね、JR 北海道と JR 九州とかで使われてるんですけど、このマヤという車両が、この日本全国、まあ、日本各地の、路線の検査とかを行って、で、安全かどうかみたいなものを確認、機動検測用車両っていう風に言うんですけど、今ではね、もうなんか一つの車両でいろんな検測ができるようになっている車両も多いので、マヤも少なくなってきましたね。これがマヤ犬と呼ばれます。次は、レーです。レーとはあなた何言ってるんだ？まあ、レーっていうのは列車っていう意味のレーのことなんですよね。これは、例えば、列車番号っていうのを知ってるかどうかわからないんですけど、まあ、鉄道さんの皆さんは知ってるよね。列車番号というのは、各電車の走る、ダイヤによって、ダイヤっていうと難しいな、まあ、列車の筋によって、筋も違うな。まあ、列車によって、こう、番号が割り振られているんですよね。何々駅、何々分発、何々行きの、この電車は、列車番号が何千何百何十何ですよっていうふうに決まってるんですけども、大体の通勤用とか、ディーゼルカーとかでもそうなんですけども、なんとか M、なんとか D とか、なんとか T とかっていうふうに付けられることが多いです。ですが、電車以外、電車ディーゼルカーとか営業以外で、貨物電車の場合ですね、貨物電車はこう M とか T とか付くものがないんで、例えば列車番号でというと、75例とか言うんですけど、75っていうと、75、なんだそれっていうふうに、困惑してもらうことがあるんですよね。例えば、案内をするとき、案内というか、国鉄の人たち同士でこう、情報交換するときに、75がねえとか言って、75って言っても何の75だねんっていう話になるんですね。この75に列車のレをつけることで、75レ、列車番号75が、どこどこでしょっていうふうに意味が伝わりやすいと、まあ、そういう意味で、レがついて読んでるというふうに、まあ、判断がね、しやすいようになっているということです。はい、次は、大回り乗車と呼ばれる乗車方法です。大回り乗車っていうと、多分ね、これ一つの皆さんでも使ったことある方は知ってると思うんですけども、これと、大変お得なね、電車の乗り方で、大都市近郊区間っていうのが大阪、それからですね、まあ、愛知県でもね、多分何個かあった。名古屋とか、あと東京、関東のあたりとかですね。そういうところで大都市近郊区間みたいなところがあるんですけど、その特例っていうのがあって、その中では、例えば始発駅、支点駅から終点駅、工程において、目的地までの、ルートはどんな、二重になるようなルートでなかったら、同じ駅を2回目通らなかったら、好きなように移動していいですよ、その特定区間内ならっていう風に、それでも最短距離の運賃で計算しますよっていう風な、まあ、取り決めがありまして、その法律というか、ルールにのっとって、できる限りね、こう、この駅から出て、たくさん電車に乗って、隣駅まで行くっていうね、たった何百何十円で、隣の駅まで10時間、15時間とかかけて行くっていう、そういうこともできるんですけど、これのことをね、大回り乗車って言います。まあ、これ、旅するのが好きな人とか、電車にいっぱい乗るのが好きな人は、まあ、これね、いいと思います。これがね、合法であるってことがすごいことです。はい、次はさっきの大回り乗車と対照的な話なんですが、キセル乗車になります。まあ、キセル乗車のキセルというのは、タバコのね、先っぽのこの吸い口の部分、金属になってて、その間が、木だっけな、なんかパイプみたいなのに繋いであるような、まあ、タバコのことなんですけども、パイプのね、吹くやつのことなんですけど、まあ、キセルっていうパイプね、先っぽと前だけが金属で、ちゃんと金使ってんだけど、間はそんな金使ってないもんねっていう意味なんですけども、これのことね、不正乗車って言うんですよね。不正乗車のことをキセル乗車って言います。つい最近話題になった話では、なんかね、150円とかで入場券を品川で買って、で、そこから、新幹線に乗って博多まで逃亡して、博多で切符なくしましたって言って降りたね、すごい人がいたらしいんですけど、それはびっくりですよね。なんかその人はもう捕まったのかな、多分。なんか刑務所にいた人が逃げた方がそれらしいです。まあ、そういうことなんですけども、キセル乗車というのは、例えば、
始発駅の近くの、例えば定期を買って、で終着駅のところの、目的地のところの定期を買って、でそれで間の区間の運賃を払わずに乗ったりとか、まあ、そういうふうにね、不正なね、GR とか、そういう私鉄でもそうなんですけども、鉄道会社側が考えていないとか、損になるような乗り方ですね。これはダメだよっていうような乗り方をすることを、まあ、不正乗車って言います。不正乗車のことです。はい、罵声大会ということです。罵声大会というとなんか、耳聞きはすごい悪いですけども、まあ、本当に名前の通り悪いんですよね。罵声大会というのは、大宮駅なんかでは、よく有名になりましたか？ YouTube とかで出まして。あれはね、本当に、三脚とかいうものを駅のホームで使用して、ね、やってくる電車にカメラを迎えてシャッターを切るということですけど、やっぱりすごい有名な車両とか人気な車両が来ると、すごいね、人が集まりやすくなるんですね。で、そこで、例えば写真を撮る構図の中に、その一緒に撮ってる人たちの影が映ったりとか、こう一緒に撮ってる人たちが映り込んできたりとかして、その人たちのことやっぱ邪魔だと思うじゃないですか。それにおいて、お前邪魔だよ、ちょっとどけよみたいな感じでどんどんエスカレートしていって、もう最終的には、まあ、暴力はしないにしても結構ね、口が悪くなってしまうと、まあそういうことがありまして、それでもう一般客からしたらびっくりじゃないですか。普通に電車乗ろうと思ってホームの端の方からなんかうるさいなと思ってパッと見たら、もうすごいなんか、罵倒しまくってるんですかね。それのことを罵声大会って言うんですけども、今ではね、そんなに少ないかなと思ってるんですけど、まあ、怒るところでは怒ると思いますね。まあ、いつに経っても学習しない人は、まあ、学習しないんでしょうか。ね。まあ、そういうことです。ショバです。ショバというのはなんか、麻薬みたいで悪い、口聞きの悪い言葉ですけども、全くそれは関係なくてね。ショバというのは、撮影地のことになりますね。撮影地と言っても、まあ、微妙なんですけども、ここの書場で撮ったら綺麗に撮れるというものを、書場って言います。ここで撮ったら綺麗に撮れるっていうところを書場って言いますね。まあ、そんなに詳しく説明する必要はないんですけども、あんまりこう、曖昧な言葉でもあるので、まあ、ここがいいなと思ったら、ここが書場っていうふうに言います。結構ね、多くの人が撮るところに置いて書場っていうことが多いです。次はマルスです。マルスというのは、ちょっとわかりにくいかもしれないですけど、MARS と書いてマルスです。マルスというのは、だいたい新幹線が開業する直前、まあもうちょっと前ぐらいかな。うん、そうだね。そんな新幹線が開業してからとかじゃない。新幹線が開業する前ぐらいの話だと思います。ちょっと僕はその辺頭に入ってないんですけども、JR 民営化してから JR が指定席券って皆さんこう特急乗るとき買うじゃないですか。そしたらこの青色の水色と青色っぽい JR 乗るとき、こう水色っぽいこう、なんていうの、乗車券と特急券もらうじゃないですか。それのことをマルス券って言うんですけど、あれの機械、あれの乗車システムとか全部こう、どこどこ駅で誰々さんがどっからどこまで乗ります。なのでここを指定席看板にしといてくださいね、みたいな、そういう計算を全部やってくれるのがそのマルスっていう機械なんですけど、この発券システムのことをマルスって言いまして、それで出てきた券のことをマルス券と言います。ですから、鉄オタはね、タンク間の乗車でもそういうわざわざマルス券というものを出して、現在の SDGs において大切な、なんていうんですか、資源を有効活用しようみたいなので、ペーパーレス化みたいなのを阻害してるわけなんですけども、まあ、それ言ったらね、もうダメなんですけど、領収書もらうのは、あれで領収書もらうと、なんか公的などうのこうのとか言うので、あれじゃないといけないとかいう場合もあるみたいなんですけど、まあ、それはよくわかりません。まあ、新幹線とか乗るときはあれが出てきますよね。最近はこう、Eチケットなんだっけ、なんかすごいのが出てるんですけどね。次は CTC です。CTC というのはね、テレビかなんかの特集番組で、例えば新幹線の、運行システムの、あれを見たことがあるかもしれないですけど、CTC というのは列車集中制御装置と言いまして、その列車集中制御装置の置いてある、場所にはですね、たくさんの係員の方がいまして、その係員の人たちが、運行指令室みたいなところにいるんですよね。そこから、その管轄している全路線の、列車番号であったり、その列車がどこにいるか、何キロぐらいで走ってるか、どのようにどっち向きに行ってるか、ポイントがこうなってるから、ここに入線できるようになるかっていうのを全部そこで把握してます。で、それにおいてその CTC っていう装置がありまして、その装置を使って、例えば、ここ、どこどこにこういう指令を出して、ここにこういう指令を出してっていうのを、まあ、運輸指令とかがやるんですけども、それの、まあ、補助的な役割で、そんな毎回こうやって、人間が全部やってたら、やっぱ、人為的なミスってあるじゃないですか。それを防ぐためっていうのかな。まあ、簡単にするために、まあ、作られてるんですけど、その CTC によって、例えば鉄道の安全運行であったり、まあ、事故が起こらないようにと、まあ、そういうことがあるわけなんですよね。
ですからこの CTC っていうのはもう本当に大事なものになります。次は ATOS と書いて ATOS です。音鉄の皆さんで言うと ATOS 放送とかっていう風に言うことあるんですけども、 ATOS 放送っていうのはよくに JR 東日本とかで流れてるトゥン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 とかいうやつなんですよね。あれのことを ATOS 放送っていうんですけども、まもなく南蛮線に どういう列車が来ますみたいないう風に接近放送であったりするんですけど、あの放送だけではなくて、あの放送とか全部列車の動きとかを全部管理しているようなシステムのことをこの ATOS って言います。正確には東京圏輸送管理システムっていうそうですね。もうあんまり詳しいことは知りませんが、我々ATOS放送好きですよ。次は ATO です。 ATO というのは、そのままなんですけど、オートマティックトレイン、オートマティックトレインオーツなんだっけ、オペレーションか、自動列車運転装置のことですね。まあ自動列車運転装置ということなんで、自動で列車を運転してくれるわけなんですけど、僕の地元で言うと神戸市にありますね、ハーバーランドと、結ぶ、ポートライナーですか、ポートライナーであったり、まあ、他の新交通システムよりかもめとかそういう系もそうだったかなと思います。そういう風に自動運転されるような、列車を自動運転する装置のことを ATO って言います。だから多分ね、神戸のやつはよくわからないですけど、どっかにそういう装置を置いてる場所があって、それで管轄してるんでしょうね、どっか管理を。まあですから事故は起きにくいとは思いますけど、機械の故障はまあいつでもあるんで、それは気をつけないといけないって、まあそういうことになるんですね。まあそれが未然に防がれるようになると思いますが、今日カミカミだな。はい、次はさっきの ATO と似てますが ATC です。オートマティックトレインコントロールの略です。自動列車、制御装置と言いまして、先ほどの運転装置とはまた違いまして、列車を制御なんですから、発車から到着まで全部やるかっていうとそうでもなくて、運転士はいるんだけど、例えば運転士が、何十キロ以下で走ってくださいねっていう信号を表示されまして、その信号に従って運転するわけですよね。それを、もっと容易にしてくれるんです。例えばこの列車を運転する運転台のところに速度計を設けまして、例えば東海道新幹線ではデジタル ATC というものが使われてまして、速度を上げると何キロまで出していいですよっていうのが速度計のところに同じく明確に分かりやすく出てくるようになってます。そして減速するときはこの ATC という装置によって自動的に減速してくれるので、とてもね簡単な仕様になっておりますよ。なんで新幹線の運転士が一番緊張するのは 30km 以下で走行しているときってよく言うんですけど、そうです、 30km 以下とかぐらいで走ってるときに、駅の、ホームドアとかがありますから、それにぴったり合わせて止まれるか、それが重要になってくる、まあ、ようですよ。それをね本当にできる人はもう歓迎尊敬です。すいません。次は ATS です。 ATS というのは自動列車停止装置のことです。ATS が導入されたのはね、三河島事故とかそういうことがあったからなんですけど、三河島事故について詳しく知りたい方はまあググってください。まあググるっていうか、ウィキペディアでも何でも調べたら多分たくさん出てくると思います。まあその三河島事故っていうまあ事故があって、それを機に安全対策として ATS というのが全国的に JR の全線でも導入されたんですね。現在では ATS というか ATC ですね、がもう本当に主力になっておりますね。多分一番多いのは ATS じゃないかな。うん、そうだと思います。ATS にも例えば S 型とか P 型とかあるんですけど、 ATS の S 型は赤信号を示しているところを通り過ぎないようにするため、また通り過ぎた時に緊急停止できるようにするためとかいう装置がついてまして、で ATS-P とかいうのはパターンって決まってまして、あ、これはこの速度の減少の仕方はちょっと停止信号までに間に合わないなっていうことを考えて、パターンよりちょっとこう、あ、これちょっとダメだな、止まれないなっていう時に緊急停止するとか、いう風に制動をかけることを、まあ、ATS-P 型とか言うんですけども、この ATS っていう装置があるおかげで、まあ、私たちはこうなんていうの、快適にとか心配せずにこう運転任せてられるわけなんですよね。やっぱ人間のミスをこう補ってくれるものとして、まあ、活躍しております。次です。雨の日に起こりやすい空転です。空転というと自動車でも同じようなことが言いますが、雨の日に急加速をしようとするとすごいタイヤだけが空滑りして、路面と一緒に摩擦がねしっかり働かなくなって、走りが悪くなったりとか、また停車するときとかにもねこうキーって止まったらカーって行っちゃったりとかすることがあるんですね。まあそれのおかげで空転という、まあ、言葉が生まれるわけなんですけども、列車が加速するときに車輪が空回りすることです。列車にはこう加速するときの段階というものがありまして、 1,2,3,4,5 とか5段階なのが標準ですね。まあ5段階が標準とかそれが普通ってわけじゃないんですけども、5段階がちょっと多いですね、この世の中では。
まあそういうことで、その5段階のうち一番フルで、フル加速、フルノッチと言うんですけど、フルノッチで入れちゃうとね、車輪だけが勝手に回り出して、雨の日とかだと、線路って鉄じゃないですか。鉄がツルツルしてるんで、もうツルツル同士だと摩擦が効かなくて発車できないとかいうことがあるんですね。まあそれのことを空転って言うんですけど、雨の日は特にこういうの緊張してるそうです。運転手さんはね。ですから、ここで綺麗な減速、そして綺麗な加速をしてくれる運転手さんのおかげで、列車の低巡航には、本当に尊敬というか、貢献しているわけです。スタッフです。スタッフというのは聞いたことがある方はあんまり少ないかなと思うんですけども、まあ、スタッフというのはスケジュール表のことです。例えば、何時何分に、何々駅を出て、何時何分にここに来て、ここに来て、ここを通過して、ここに停車します、みたいな、運行において、時間を取り決めたものを、板みたいなのにして、それをまあ、運転席のとこに貼っとくというか置いといて、運転手さんがそれを確認しながら、時刻合ってるかなというふうに走っていくんですけども、まあ、これによって、日本ではね、電車が、まあ、列車がね、時間通りにやってきて、時間通りに到着するとかいうことが、まあ、行えるんですけども、それを指示したものを、板みたいなことを、で、それをスケジュールにした表をスタッフって言います。で、またね、スタッフっていうのは2種類ありまして、スタッフ閉塞って言われる、またこれ安全に関することなんですけども、列車が衝突しないようにとか、そういう関連のことです。その安全対策として、スタッフ閉塞というものがついてまして、まあ、閉塞っていうのは、ちょっと説明しにくいんでね、まあ、閉塞ってわかるでしょう、多分。はい、わかると信じて言います。そのスタッフ閉塞っていう時に、通票っていうものを使うんですけども、その通票のことをスタッフって言ったりします。次はサボです。サボって言うと、最近の人はあまり見かけないかなと思うんですけど、昔の電車、列車や、今でもね、古い車両とかが走っている区間では、サボと呼ばれるものが使われています。サボというのは、列車の行き先を示す板のことです。これが側面に置いてありまして、付けてありまして、電車に乗るときに、あ、ここで何々行き、カシオペア何号とかって書いてあるとかいうふうにね、カシオペアとか言いませんよ。何々行きの電車って書いてある、よし、これに乗ろうっていうふうに昔の人は見たわけですね。昔は今みたいな LED とか電光掲示板とかがなかった時代の話なんですけど、サイドボードの略ということで、サボというふうに言われております。このサボはですね、今では鉄道部品として売っておりまして、それを購入する方々とかも言いますよ。次は時計ホーンです。時計ホーンってなんだよと思いますが、時計よ、時計よ。ここから先はちょっと言わないでおきます。名古屋鉄道っていう名鉄でおなじみの名古屋鉄道の車両に搭載されるミュージックホーンって呼ばれるものがあるんですけど、例えば JR 西日本の新快速でミュージックホーンがタン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 っていうね曲が流れるんですよ。まあミュージックがついてるホーンということでね。JR 東日本の特急ではタンタンタン、あ、これ JR 西日本だ。JR 東日本でテン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 とかいうね、もう音が流れるんですよ。聞いたこともあると思いますが、ドキオホーンというのはドア1700でも有名になった音なんですけども、ドケヨララ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 と今音楽が流れるわけですよ。この音楽のことをミュージックホーンって言うんですけども、危険を知らせるためとか、まあ、また、列車が来てますよっていう意味で鳴らすことも多いんですけど、例えばロマンスカーのミュージックホーンとかって聞いたことあります？ロマンスカーのミュージックホーン僕めっちゃ好きなんですけど、ロマンスカーのホーンってなんか一回なくなったみたいですね。あれうるさいとかって言われてなくなったんだかな。まあそういう感じなことなんです。このドキオホーンっていうのは、まあ、ドキオドキオ、わーっていう風に言われてまして、それから多分ドキオホーンっていう風に名前がついてると思います。ちなみに新快速の、ミュージックホーンには、ドケドケ弾くぞとかいうね、かなりきつい言葉が書いてあるんですけど、書いてあるとか、申しているわけなんですけども、これ JR 西日本が決めたとか、そういう風に想像して作ったとかいうわけじゃなくて、鉄道ファンが、あ、これ、どけどけ引くぞだよな、この音程的にとかいう風に考えて、勝手に名付けてるものなんで、JR の方がもしかしたら考えてたのかもわからないんですけど、僕にはちょっと真偽はわかりません。はい、最後です。これはね、水戸岡マジックということなんですけど、水戸岡ってなんだよ、どっかの地名かということなんですけど、水戸岡さんという方がいまして、水戸岡さんっていうのは鉄道の車両の上でデザインをされてる方なんですけど、例えばこの車両、JR 九州とかの車両めっちゃ好きなんですけど、湯布院の丸とかね、ああいうやつね。ああいうのは、水戸岡さんっていう方がデザインされてて、全部が全部そうじゃないんですけど、水戸岡さんがデザインした車両、がすごいかっこいいすげーってなって、もう鉄道ファンの間ではそれのことは水戸岡マジックって言って、あ、水戸岡さんの電車が来たっていう風に、まあ
楽しんでいるとそういうわけですね。僕の友達は水戸岡さんの作ったというかデザインした車両がめちゃくちゃ大好きな人がいましてね、その方もすごいね、スーパーハクトとか湯布院の森とかに翻弄されてもう大好き大好きってもう目がハートになってる人なんですけど、まあそういうことです。僕も水戸岡マジックですよ。水戸岡さんの車両大好きです。ということでこの辺でしましょう。この今言った中の以外にもいろんな鉄道用語、鉄道業界の中で話す言葉であったり、鉄道ファンの間で知られている言葉っていうのたくさんありますから、鉄道ファンの方はもちろん一般人の方に強要するわけじゃないんですけど、一般人の方がちょっと興味があるなと思ったらぜひともね調べていただけたらと思います。一部ネットとかで検索したやつをダラダラ喋ってるだけなんで、僕はぜひ興味を持ってもらえたらなとか思ってるだけで、ただ動画のネタになっただけで、僕が本当にこれについて全部理解してるかっていうと理解してないので、それはご了承ください。ですからちょっと間違ったこと言ってるかもしれません。ということで今日もご視聴ありがとうございました。皆さんもね、こういう、ね、言葉を使ったらもしかしたら鉄道ファン入りになるかなと思いますけども、まあ鉄道ファンになっても嬉しいこともあるかもしれませんが、僕はちょっと鉄道ファンに対して悪印象が最近世間に対してついてるかなとか思ってて、ちょっと残念な気持ちですよね。まあそういうことです。では皆さんご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。さようなら。Station number 328.